アーセナルがチェルシーに4対0と大勝しましたが、これを知って最初にどう思いました？これを知って？なんだろう。あ、でも僕、その結果とか知る前に、スタメン見てアーセナルいいサッカーするだろうな、みたいな。そう、やっぱりあの、悪いサッカーするときに入る人がいないから。で、あとは、まあ、チェルシーがメンバー落としたのかな、みたいな。やっぱりちょっと落としてましたけどね。ちょっと心配ですよね。やっぱりあの、頼れるストライカーいないところとか。で、これでね、クリバリチアゴ、フォーバックで行くのかな今季。どうなんだろうね。メインをどっちにするか。で、クリバリチアゴシューバで、サイドバックリース・ジェームス、アスピークエッタで、アンカージョルジーニョでカンテもいてみたいな。で、マウントとかハバーツとかを中央にインサイドハーフとトップで使ってウィングにセイクだったりプリシッチだったり、オトイとかも入ってくるのか。まあ、ちゃんとトゥエルのコンセプト理解してやれるような選手たち集まったら強いと思いますけどね。